キザ氏は鈴木が製造、発売していたセダン。あるいはコンセプトカーである。ヨーロッパにおいては D セグメントに分類されていた。2009年7月30日に米国鈴木がキザ氏を発表。その後2009年10月21日より日本国内で完全受注生産の形で販売を開始した。 北米市場には2009年冬に投入され、その後、欧州市場へも投入された。また、2010年6月より、中国市場への投入を開始した。アメリカでは2009年12月より、販売開始。価格は18,999ドル26,749ドルとなった。なお、北米におけるグレードは S、S、SE。 スポーツ GTS、スポーツ SLS と 6MT、16インチホイールカバー、17インチアルミホイール、ベージュ内装、サンルーフ、ロックフォードホズゲート製オーディオ、ノーズマスク、アクリル製ボンネットプロテクター等、標準装備品内しはオプション品が用意されている。日米大向けモデルの生産は、静岡県の鈴木相良工場で行われていた。当初は、 北米市場へも展開していたが、後の同市場撤退に伴い、日欧中向け販売車種となった。2013年から、日本の警察における操作車両として導入が始まった。このクラスとしては、鈴木初の導入となり、ファブリックシートに変更、フォグランプ非装備など市販車に比べ装備が異なる。また2014年には一部警察本部に、 黒白のパトカー仕様も配備されている。パトカー仕様としての導入台数は908台で、これは日本国内における木刺しの相当6台数の1、4にあたる数字であったため、一部では木刺しを見たらパトカーと思え、と言われることもあった。エクステリアデザインはダイナミックアスリートインモーション、つまりアスリートの躍動感を体現したもので、可能な限りシャープなエッジを抑えて、 曲線で表現した。2015年10月に国内市場での生産、12月末には販売が終了された。日本国内での登録台数は3379台にとどまった。なお、途中でアクティブクルーズコントロールプリクラッシュセーフティシステム装着車がメーカーオプションで追加されたこと以外、モデルライフ終了まで特別使用者の追加や、 内外装の改良は一度も行われなかった。同年8月までの累計販売台数は3304台。以後、鈴木のフラグシップ車はミニバンのランディとなり、同時に鈴木は日本におけるセダン市場から事実上撤退することになった。コンセプトキザシサンディアコンセプトキザシは2007年9月の第62回フランクフルトモーターショーで発表された。このモデルは ハッチバックとワゴンのクロスオーバーであり、2リットルのターボディーゼルエンジンに6速 MT が組み合わせられた。駆動方式は 4WD で、鈴木の iO ードの改良版が採用された。同年10月には第40回東京モーターショーでフランクフルトショーに出品されたコンセプトザシをベースとしたコンセプトカー、コンセプトザシ2が発表された。こちらのモデルは、 体型タイヤを装着して車高が上げられるなど、クロスオーバー SUV テイストでまとめられている。エンジンは、鈴木としては、最大排気量の3.6リットルエンジンが搭載され、6速 AT が組み合わせられる。駆動方式は、コンセプトキザ指同様 IOD を採用した 4WD である。翌2008年には、ニューヨーク国際オートショーで、コンセプトキザ氏産が発表された。 このモデルは、キザし、キザし2から、コンセプトが変更され、セダンとなって市販車のスタイルにつながった。エンジン、トランスミッションは、キザし2と同一の3.6リットル V6 と6速、AT の組み合わせで、駆動方式マイオードを採用する 4WD となった。エンジンルームエンジンには S クードにも搭載される、直列4気筒2.4リットル DOHC。 オールアルミエンジンの J24 バイト型を改良して 166PS から 188PS まで出力を向上したものが横置きに搭載される。トランスミッションには、ジアトコ製 JF レ 11E 型 CVT のほか、日本国外仕様には6速 MT も用意される。駆動方式は先に発表された、コンセプトカーにも採用されたアイオードを採用する。 4WD と FF が用意される。サスペンションは前がマクファーソンストラット式、後ろがマルチリンク式となる。また、ブレーキには、アケボのブレーキ工業製の4輪、ディスクブレーキが採用された。2010年1月 2WD 社にアクティブクルーズコントロールシステム衝突被害軽減ブレーキがセットでメーカーオプション設定された。なお、 フロントグリルはミリ波レーダーを用いるため専用品となる。また、2.24リットルガソリンエンジン搭載車のほか、ハイブリッドモデルもエンジンをゼネラルモーターズと共同開発し、2011年をめどに北米市場に投入する方針であった。2010年8月18日、アメリカユタ州ソルトフラット州立公園で開催されたボンネビルスピードウィークにおいて、 下級機付きのガソリンエンジン搭載クーペ部門でエントリー。市販仕様の2.24リットルをベースにターボチャージャーを追加し、最大出力 513PS、最大トルク 71.2KGM まで引き上げられていた。結果、203.720マイル H というクラス新記録を打ち立てた。ドライバーはサムミタに、三岡車を除けば珍しく、鈴木では、 ケ以来となる和名の車で世界の市場に向け新しい車作りに挑戦する兆しを見せるという意味を込めた兆しに由来している。なお、兆しという名称はしむけちにかかわらず共通である。ありがとうございます。